どうもさっくんです。今日はですね、近鉄電車のホロ、最近グレーホロに変わっているということで、ちょっとグレーホロを再現するやり方を紹介します。まずどうやって塗るかっていうと、こういういらない板に、両面テープをつけて塗って、こういう状態でつけて、でこの全体にこのライトグレー塗ります。ほんでこれがミソです。ライトグレー塗ったこの状態で、次これを部分的に塗る場所があります。一応完成した状態のものを見せますと、この2箇所、左右あるんですけど、この2箇所、これね、これカルグレーになってます。この高さは別にこだわりないんですけど、この2つあるだけですごい印象変わるんですね。いかがでしょうかね。参考になるかどうか分かりませんけど、ちょっと今日飲み会やったんで、今帰ってきて急遽ネタ考えてたんですけども、まあ参考になりましたでしょうか。まあとりあえず今日はちゃちゃっとこんな感じで終わります。